右手からいきます。ファのシャープ、ここが大事な音になります。このメロディーに3度下の音をつけてみます。そうすることで、色がつきます。では全部3度ではなく、1つだけ4度の音をつけてみます。そうすることで、窮屈な感じからちょっと自由な解放された感じの雰囲気に変わります。では左手、左手はサブメロディーのような感じで、このメロディーを、例えばオクターブ、こうオクターブにするだけで少し厚みが出ますね。じゃあ右手と合わせてみます。これだけでもいいんですが、右手を3和音にしてみますね。この一番上の音をどのシャープを下に持ってきます。展開形にします。3和音にするだけで少し厚みが出ますね。では先ほどの左手をオクターブだった音に5度を付け加えてみます。で、手の大きい人はこのようにオクターブの中に音を入れてみてください。では両手で合わせてみます。だいぶ厚みのある音になってきました。それでは左を、音域を低くしたり高くしたりいろいろ変えてみます。このバリエーションをつけることでとても賑やかな感じになります。ちょっとやってみますね。こう厚みもあり、よどの遊びの音もあり、そしていろいろな場所に行くことで賑やかさもあり、こんな風なことを考えながらアレンジをします。で、次もまた同じように、左手はオクターブに5度をつけて、右手も展開形の3和音にして合わせます。で、次も左手も低くしたり高くしたりしながら弾いてみますね。このような感じで少し厚みのある方がいいかもしれません。支えている、この曲を支える音は左手のベースの音になりますので、ベースの音を低くすると、そうするとリズムが立ってちょっとかっこよい感じになります。では最初から弾いてみますね。こんな感じのイントロになります。そして次から、歌が入るんですけど、歌はやはり少し高い場所、もしくはもっと高く、もしくはオクターブで、こう目立つように華やかにしっかりと弾いた方がいいと思います。そして次はこの左手もいろいろなリズムにアレンジしてもいいと思います。はい、ではイントロだけ弾いてみたいと思います。まあ、たまたまこういうようなアレンジをしましたけれども、いろいろなリズムを入れたり音に厚みをつけたり、
いろいろな工夫次第でどんどんかっこいい曲になっていくかなと思います。では弾いてみます。